この戦いが終わったらみんなで花火見に行こうって約束したもんな。はい、デアラングリッサーやっていきます。まあね、さっさとやんないとエグベルト爺様に怒られるんで。でバリスタ動かして、まあここはもう一網打尽でいくしかないですね。ほっとくと多分ファランクスに来ちゃうので、でまあここから打ちましょう。まあめっちゃ近いけどめっちゃ近いけど、まあ減らしつつですね。え、全然減らない。なるほど、これ式のことで負けてたまるか。なるほど、なるほどですね。硬いですね。でエグベルトのおっさんは動かしてあげると、ここでいいかな。ディフェンス17ってやばすぎだろ。アイアンゴーレム届かない。ゴーレムちゃん届かない。仕方ないっすね。まあ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 、イメさんちょっと魔法打ってくれる。いや、ディフェンスみんな低いっすね、やっぱり。ブレザー、まあやっぱり結局ファイヤーボールの方がいいみたいな感じもするんだよね、これね。全部いくからマジでファイヤーボールにしときましょう。魔法を効果的に使うのだって、ちょっと噛みそうになった。効果的に使うのだってエグベルト爺様が言ってたから。よし、これで32-24。あ、強いっすね。クルセイダーもめちゃめちゃ弱いとかそういうわけじゃないんだ。32だったらいけるんじゃない。これ歩兵でしょ、だって。違うのかな、8か。いやでも怖いから、とりあえずヘインで撃っとこうぜなんか撃っとこうぜ。とりあえず撃っといて、うわこれめっちゃファイヤーボール強えわ。メテオとか覚えないのかな、やばいでしょファイヤーボールでこれですよ。でクルセイダー、これどっ、ここですよね。ここまでしか行けないから、うん、まあまあまあ、アイアンゴーレムはちょっとまだ早いかもしれん。戦ってみましょう。あー、オイラたちは負けるわけにはいかないんだ。まあまあまあ、そこまでめちゃめちゃ戦闘がうまいっていうところまではいかないようなあれですよね。まあまあ、あくまで補助要員ですよってとこですね。よしよしよし、分かった分かった。ただまあ、あとはバンディットが引き受けてくれるので、バリスタうまく使いたいっすね。25、多分死なない。よしよしよし、ソードマンはかなりやべえからな。よし、 OK、 これでまあ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 大丈夫だろうと。でテッシー、まあテッシーで行くのがいい。まあまあ、でも後ろのやつから後ろを叩いていくと。でもクルセイダーが怖いな。普通にいるんすよね、クルセイダーが。あんまり傭兵も減らしたくないし、超わがまま。バルガスのおっさんがクルセイダー突っ込みますと。テッシー突っ込みます。この8がどう動くかですよね。まあ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 、うまい感じでいけば大丈夫かな。まあ、そうなんだよねバンディット守備がなかなかどうしてっていう。
校行っても下の指揮範囲には残るから大丈夫だ。いや来ないで。いやあんたが向かってきたんでしょ。あんたが向かってきたのよ。ここはおしょおしょおしょし、ナイス。おっと来た。ここはジェネラル、どっちっすかね。ソードマスター、でも一回ソードマスターになったんですよね。おヘール使う。ジェネラルで行こう。ファランクス、グレナディア、バリスタも使う。あでもファランクス使えるんだ。あでもちょっとヒール重視で行きたいっすね。どっちだろう。あでもヒールあった方がいいよな。 MP あるし、ジェネラルで行きましょう。よし、これで行って6。まあ下のやつは下のやつで倒す。クルセイダーで減らしてあげてからの方がいいな。いやちょっと待って、あーでもそもそも指揮範囲にいないのか、エルフは。なかなか辛いですね。まあ OKOK 行こう。よし、でこいつらはもうなんていうか無理しないで、いや下にいた方がいい。無理させないでもうソードマン倒しちゃうと。あんまり欲張るのは良くないよっていう感じでいきましょうかね。こっちの方がいいか、ここ行った方がいいっすね。どっちだろう。ここ行くとあんま変わんねえか。念のため先ソードマン倒しちゃう。これで威力はあんまないはずなんで。よし、OK。お守りできずに申し訳。うぐっていうあれがあったらありませんとか。みんな、ごめんなさい。スコット。僕がもっと強かったら、こんなことにはならなかったのに。でも、何があっても、カルザスへ行ってみせるぞ。これがなんか引き金になるのかな。逃げるための。あなた、こっち行った方がいいっすよ。ここ突っ込んじゃった方がいいか。突っ込んで倒すと。おらいいね、バルガス節が出てますね。よし、これでもう4とかのやつを守ってやればいいと。いいじゃない、我ながらいいじゃない。これはこっち来ることはないと思うけど、まあ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 、ここで固めてあげると。おでまだすちょっとファランクス動かしてあげるから、ちょっと我慢してね。で2630なんだよね。本当に無理しない感じで2630だから全然大丈夫だと。あやべえ、イメさん、あここで守ってあげればいいのか。イメさんに直進できるようになっちゃってた。まあ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 、無理せず一応ここ守ってあげるか。でここですよね。よし大丈夫。ゴーレムちゃん後々すごいから、後々すごいことになるから安心して。まあまあまあ、バルガス行ってあげて待機だと。あでも逆にバルガスそこでよかったっすね。これでこれが指揮範囲外になるから、いけないからね。あいけるか、いけたとしてもいけないからね。あと1マスしかいけないから、届いてもここだからって。
あ、結構入り組んだ感じになりましたね。なかなか面白いですね、これはこれで。なんていうか、こんな感じのってあんまなかったんで。 OKOK。 問題、まあ問題でもないけどこっちっすよね。ローガが、なるほど。でこれ交差させようってことだよな、要はな。これなぁ、これもあんまり欲張っちゃいけねえよな。あんまり欲張っちゃいけねえよ。待ってね、こっちやろう、ちゃんとやろう、ちゃんと。よし。でここハイロードは突っ込んでくるタイプだから、ソードマスター系じゃないから大丈夫だと。攻撃、よし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 。でバリスタが1,2,3来るから、結局ここがやばいと。ここだけだよね、やばいの。 OK。 あとこっちか。まあこれは来ちゃったら来ちゃったで、まあ、ローガの位置がやばいと。ローガの、まあ、結局このラインがやばいということっすね。よし。OKOK。大丈夫。大丈夫。全く問題ない。レオン様で。え、こいつがハイソードマンね。ソードマンはレオン様で倒した方がいいか。こっちにもエルフいんのか。ここのラインか、結局。なるほどな。よくできてやがるぜ。よくできてやがる。くっ、一体残した後。うん、なるほど。まあまあまあ、できることをやっていこうぜ。できることをやっていく。ただそれだけだ。これで減らしちゃっていけば、切ればゼロに。よし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 。OK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 。そっか、ハイロードは倒しとかないとやばいか。だから、これでいくと。よし、ナイスナイス。さすがじゃない、レオンさん。よし、レオン様。本当にありがたい。がこれ倒します。でもここ止まってこれを倒せなかった時のことを考えるとやばいよね、さすがに。だからあと1体だけか。結局1体だけ倒して、どうなるかってとこか。OK。で、ファランクス部隊を、レオン様で倒せるか、倒しちゃって、って感じで OK ですね。OK だけど、ソードマン上抜けられるね。1,2,3,4。それはそれでちょっと、だるいっすね。29。一旦これをこっちを攻撃しましょう。それから考えよう。うっす。あ、オッケー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 。ナイスナイス。じゃあ大丈夫。これで倒せますと。倒せますと。でラッキーですね。よしよしよし、大丈夫大丈夫。よし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 。あー、こいつ4が余っちゃうんか。あ、でもそっか、これと
これ倒して1,2,3,4,5、あーここ、あーでも来ても大丈夫かな。これでグレナディア倒します。 OK。 でレオンが上、ここ行ってあげればいいんじゃない。 1,2,3,4,5 来れないもんね。ここ行ってあげると、よしよしよし、 OK、 完璧じゃないですか、完璧じゃないですか。まあまあまあ、経験値全部取れなかったけれども、これはこれで OK ですね。よし、また完璧な一ターンを過ごしてしまった。よし、これでどう出るかだけどね、どう出るかだけど、全然ボッコボコにされたらウケるけどね。なんか来るかな、怖えな。あ、まあまあまあ、ヒールで、あ、攻めてくるんだ。舐めてもらっては困るぞ。いやでもこれはそんなね、おいマジか、ちょっと食らってんじゃねえか。え、なんでバルガス、バルガスどうした、おっさん大丈夫か、ちょっとやられてるぞ。相打ちとかだったらさ、まだいいんだけど、まあ、これはしゃあない、しゃあない。よし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 、大丈夫大丈夫、持ってる持ってる。で、メイジは来ないと、あくまで守りに徹してますスタンスですね。 OK です。結構上やっぱり心配だったんですけど、大丈夫そうですね。傭兵も一体もやられてないんで、回復すれば結局何事もなかった感じになるんで、バンディットはやっぱり攻撃力がすごいけど、まあ防御がね、うん、ずっと思ってるけどきついと。やつらは降伏する気がないのか、なぜ我々が降伏しなければならないのだ。真の平和は我々が作る。かっこいいね、ローレンおじさま。そうやって争うことがかえって戦争を長引かせる。いやいや、そこはちょっと違う。どうしてそれに気づかないんだ。ちょっと違う、ちょっと違うかな。あくまで降伏するしないは勝手ですからね。うん、まあそこがやっぱり考え方の違いかなっていう。で、ちゃんと倒すと。よしよし、ナイスナイス、大丈夫大丈夫。慌てるな慌てるな。よし、これいただきましたね全部。あ、でレオンもレベル上がったと。よし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 。でローガさんでいきますか、どうしますか。まあレオン強えな。あ、まあプレートアーマー装備してるからか。レオンだと倒し、まあ倒しちゃうっつっても倒すしかないっすもんね言って倒すしかねえだろっていう。ローガ部隊上げたいっちゃ上げたいんだよな。レオンがあと1で上がるし、ローガでちょっと待て待て待て、27でしょ、多分大丈夫だと思うんすけどね。いや、ちょっと怖えから、ちょっとレオンで行こう、レオンで行っちゃおう。よし、ナイス。ミーシャ、すまん、俺はもう誰、ダメだ、誰っすか。え、なんかそういうのもあるの、ラングリッサー。え、超気になるんだけど。あ、レオンこっちへ行った方がよかったね。こういうとこだよな、ほんと毎回思う、こういうとこだよな。油断してこんなね、そうすればこいつも完全だったのにな。まあ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 、ちょっと辛口、自分もね、辛口の採点でいかないと。で、4は回復しましょう。安定の回復。
まあ、上はマジで回復がいないんで、本当にスコットが上逃げるってなったらやばいですからね。9バランクス今、オデの出番は、わかったわかった、大丈夫、行くから、まずエグベルトを脅かしてあげる。これバンディットでガーって行きたいけど、こっち邪魔だよね。クルセイダー、オデって言ってね、こいつ倒しましょうか。まずクルセイダーがやっぱりちょっと邪魔かな。意外に硬いのよね、クルちゃん硬いね。27、あーまあまあ、よし、さすが、 OK。 でクルちゃんにダメージ与えらんねんだよな、バリスタ、なぜかアイアンゴーレムがいってあげるのが一番ですね。これはこれ回復してあげて、でエグベルトを上に行くか。こいつ邪魔っすねこいつ邪魔っすね。どうしよう、弓矢31いけます？どんぐらいいけます？もう少しだ、もう少しで陛下の世が訪れる。エグベルトもかなりいっちゃってますね、これ。あら、まあ仕方ないか。じゃあエグさんはここまで動かしてあげて、これ倒します。どっちがいいんだろう、クルさんかな。完璧を求めるっつったら、倒せるんだったら、よし、クルさん倒した。あと1体か。1体、プリーストもなかなか勝てんだよな。あ、危ねえ危ねえ危ねえ、ここダメ。こいつ何なんだよマジで。クルさんいけますか。そしたらヘインで行って、クルさんどうです、いけます？お、強えし、いや強えわ、これ強えわ、そりゃ強い、強えわクルさん、やっぱなめてちゃダメっすね。やば、いや結構クルセイダーなめてたわ普通に。これ倒したいですね。さっき1減らしたから、よし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 、 OKOKOK。 いや本当になめてたから、ちょっとおって感じでしたね。30、よしよし、ちょっとでも減らしていく。まあ、OKOKOK。 回復したいやつはあえてこいつの隣に置いてあげて、こんな感じかな。徐々にじわじわねっとり侵食していきますからね。もうよくわかんない、静かなね、あの会社の上司と静かな店の居酒屋に行って、上司がすごい低いトーンで、
まあ会社組織でいろいろあるけれど、俺お前頑張ってることを俺は知ってるからさ、まあこれからもよろしく頼むよみたいな、そんな感じでしょうかね。でこれ、うん、クルセイダー、結局なクルセイダー怖えっすからな。これいや、ちょっと待ったと、慌てるなと。そうそうそう、こんな感じでいきましょう。まださすがにまだ3ターンなんで、下からっていうのはまだ来ないと思うんですよ。で上のね挟み撃ちは絶対ない、これはもう断言する、断言しちゃいます。これ言っとこうか、暇があったら。絶対来ない、このこれで上から来られたら、もうこのローガとレオンがね本当に、ああ終わったーって顔するから、マジかーってなっちゃうから。来るとしたら絶対下からだから。でまだ4、次4ターン目でしょ、でまだ大丈夫。いや来るね結構、まあでも大丈夫ですと、バルちゃんだから、バルちゃん大丈夫よ。クルセイダーは来ないと。じっくりじわ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 スコットを追い詰める。あれ勝利条件敵全滅でしたよね。で上へ逃がさなければ OK っていうね。よしよし、じっくり貯めたところでチャンスが来たら、チャンスが来たらもうキレッキレのファイヤーボールで行って、もうみんなでうわーって突っ込めば大丈夫だから。それが帝国のやり方か、こんなの戦争じゃねえよ。というところで、次回またじわじわ攻めていきたいと思います。次回の動画をお楽しみください。テッシーでした。失礼します。